大相撲名古屋場所の先発事務所開きが10日会場となる名古屋市中区のドルフィンズアリーナであった担当部長の出羽の海親方は夏場所で初優勝した小結大野里二所の席の勢いとその他の役力士が意地を見せられるかという構図での熱戦に期待を示した大野里は入幕3場所目の先場所12勝を挙げて史上最速となる入門から所要7場所で支配 役力士で大野里に土をつけたのは、豊昇龍ただ一人だった。それも踏まえ、同親方は若手の大野里が、三場所続けて二桁勝利して優勝。今場所も楽しみになる。そこに対し、横綱・正の富士や貴景勝も出場してくるでしょうから当然、意地を見せてもらわないと、と展望した。同日は、担当の若藤親方、熊下谷親方、 千賀の裏親方らも事務所入り、2025年から同市内の IG アリーナでの開催となるため、同所で最後となる本場所に向け、関係者の挨拶などに対応した、中日スポーツ、南関町出身の大里桃子さんが、女子プロゴルフの宮里愛さん取り、レディースで逆転優勝しました。テレビを見ながら興奮しました。 彼女は3年ぶりの快挙でツアー3勝目を達成しました。全英女子オープンの出場権も手に入れ、初の海外メジャー挑戦が実現するのも楽しみです。大相撲夏場所で大野里が初優勝するなど、彼女との不思議な縁を感じます。県民に勇気を与える活躍を期待しています。5月場所で優勝した大野里は、来場所の成績次第では大関昇進の可能性もあるとされている。 バッカ十枚目格付け出しで初土俵から一年経たずに新入幕から三場所で初優勝を果たした大野里は、新入幕後に十一勝、十一勝、十二勝と三十四勝を挙げ、三場所連続で三勝受賞も果たしている。しかし、五月場所後に大関昇進に影響する重大事が起きていた。審判部長の高田川親方は、昇進のためには、 三役で三場所通算33勝以上が目安だが三月場所が平幕だったことから昇進をかける場所ではないとしているしかし来場所の成績次第では昇進もありうると担当記者は見ている大関昇進の条件は明文化されたルールではなく過去には平幕出身の力士もいる平幕上位での優勝が評価された横綱・小野富士も2015年 最初に大関昇進した時は平幕が起点。東前頭2枚目で8勝。新関分けで13勝した後に、12勝で初優勝。三役2場所の成績が評価されて昇進した形だ。大野里も2場所連続優勝ということになれば、昇進の機運は高まる。13勝以上なら優勝しなくても昇進するのではないか。今年の三月場所から琴桜が昇進して四大関となったが、 先場所は角番だった霧島が大関を陥落。貴景勝も角番を繰り返している。弱い大関がいることも、大の里には追い風となる。いずれは横綱を期待されており、唯一の学生出身横綱の輪島を超える力士になれるとの期待もある。同じ中広大でも火曜は中村部屋へ移籍そんな期待がかかる中。 大野里が所属する二所ノ関部屋付きの中村親方が6月1日付で独立し、部屋を新設することが5月30日の理事会で承認された。前室、担当記者が続ける。日体大から二人の内弟子を獲得した中村部屋。内弟子10人が移籍すると見られていたが、実際には8人のみが移籍。大野里は二所ノ関部屋に残ることになりました。大野里は5月場所で優勝し、 大関昇進の可能性もある実績を持つ力士です。大関昇進には三役で三場所通算33勝以上が目安とされています大野里は三月場所が平幕だったため高田川親方は今回が昇進のチャンスではないと述べましたが来場所の成績次第では昇進もありうると見込まれています過去には平幕出身が大関昇進した例もあり 大野里も二場所連続優勝すれば昇進の可能性が高まると考えられています。貴景勝も角番を繰り返している。弱い大関がいることも、大野里には追い風となる。いずれは横綱を期待されており、唯一の学生出身横綱の輪島を超える力士になれるとの期待もある。同じ中高大でも火曜は中村部屋へ移籍そんな期待がかかる中。 大野里が所属する二所の席部屋付きの中村親方が6月1日付で独立し、部屋を新設することが5月30日の理事会で承認された。前室、担当記者が続ける。2021年に所属していた小車部屋が閉鎖となり、中村親方は内弟子の形で二所の席部屋に連れてきた力士が8人いた。移籍後も内弟子として母校、日体大から2人を獲得。 他にも一人が内弟子として入門し、合わせて十人の内弟子が中村部屋に移籍すると見られていた。ところが、中村部屋に移籍すると発表されたのは八人。白熊は、糸井川市立農中学、海洋高校から日体大へ進学。麒麟流は大の里の一学年後輩。五月場所で優勝し、来場所で大関昇進の可能性。 新入幕から3場所で初優勝。令和の大相撲を背負う大野里。5月場所後に重大事発生。大関昇進は三役で三場所通算33勝以上が目安。審判部長は、三月場所は昇進には関係ないと語るが、昇進も可能性。三役で三場所33勝以上は目安であり。ルールはない。直近では土地の進がそう。 西前頭三枚目だった2018年1月場所で14勝1敗の初優勝を果たすと、直後の二場所は関脇で十勝ち、13勝、平幕上位での優勝が評価された。横綱、昭の富士も2015年、最初に大関昇進した時は平幕が起点、東前頭二枚目で8勝、新関脇で13勝した後に、12勝で初優勝、 三役二場所の成績が評価されて昇進した形だ。大野里も二場所連続優勝ということになれば、昇進の機運は高まる。十三勝以上なら優勝しなくても昇進するのではないか。今年の三月場所から琴桜が昇進して四大関となったが、先場所は角番だった霧島が大関を陥落。高継勝も角番を繰り返している。弱い大関がいることも。 大野里には追い風となる。2021年に所属していた小車部屋が閉鎖となり、中村親方は内弟子の形で二所ノ関部屋に連れてきた力士が8人いた。移籍後も内弟子として母校、日体大から2人を獲得。他にも1人が内弟子として入門し、合わせて10人の内弟子が中村部屋に移籍するとみられていた。ところが、中村部屋に移籍すると発表されたのは8人。 中村親方の内弟子のうち大野里の優勝パレードで騎手を務めた十両白熊と幕下麒麟流の2人は移籍せずに二所の席部屋に残ることになったのです白熊は大野里と同じ糸井川市立農中学海洋高校から日体大に進んだという経歴の持ち主です麒麟流はやはり中高が同じで大野里の一学年後輩にあたります 朝の山は右膝の怪我で五月場所を休場しましたが、九日地元講演会主催の激励会に出席しました。元気な姿を見せ、七月場所に向けて力強く抱負を語りました。本場所中は、悔しさをかみしめて相撲を見ていたと言います。朝の山関、部屋にいる時ずっと相撲を見ていた。休場している分悔しい気持ちが強かったので。 それを晴らすために名古屋場所では15日間出で、いい成績を残したい現在。右膝の怪我の状態は改善し、6月1日に行われた元幕内石浦の引退相撲では久しぶりに両国国技館で相撲を取った朝乃山。復帰戦となる7月場所に向けて、朝乃山席、右膝はだいぶ良くなって、基礎稽古もだいぶできるようになった。 これから申し合い稽古を少しずつやっていって、名古屋場所初日まで上げていきたい、激励会では、7月行われる7月場所での活躍と今後の飛躍を願い、母校、富山商業高校応援部による激励エールが行われました。富山からのエールを力に名古屋場所での完全復活を目指す朝野山の前に立ちはだかるのは、若手の台頭です。朝乃山関、今回、大野里が優勝したが、 お隣の石川県出身の大野里が優勝したことは自分にもいい刺激になったし悔しい気持ちの方が強かった入門から8年3月に30歳の節目を迎えた朝野山の言葉は